今日の花粉飛散情報をお伝えしていきます。天気が回復する太平洋側を中心に花粉の飛散が非常に多い予想となっています。特に今日非常に多いアイコンとなっているのが東京、名古屋、大阪です。また東北の太平洋側仙台でも今日はやや多いという見込みになっておりまして、今日も引き続き花粉の飛散が予想されていますので、気になる方は対策を万全に行ってください。また日本海側の方も油断はできません。気になる方はマスクなどで対策を行っていきましょう。花粉の情報はウェザーニュースアプリ花粉チャンネルをご活用ください。